ここでは平方根とはの例題について一緒に確認していきます。この問題の方針と解き方をそれぞれ詳しく見ていきましょう。では、まず方針からですね。a の平方根の意味をしっかり押さえておきましょう。a の平方根っていうのは2乗して a になる数のことでしたよね。で、そんなもんがないっていう場合はルートっていう記号を使うんでした。 でとにかく平方根ではですねプラスとマイナスの2つあることが注意点やったんですね詳しく見ていきましょうでは括弧1いきましょう9の平方根は何か意味考えればいいですね2乗して9になる数っていう意味ですじゃあ何があるかっていうと3ですねただ31つやったら絶対に罰されますなぜならマイナス3を2乗しても9になってくれるからですですから答えとしては3とス3っていうふうに2つ書くか もしくは、まとめてプラス・マイナス三のように表現するんでしたね。オッケーでしょうか？では、次、括弧に二十五分の四の平方根。いきましょう。分数になってますが、考え方は似たようなもんですね。分母と分子に分けてみれば、やりやすくなります。つまり、二十五だけ見るんですね。二十五は五の二乗だと、次に分子の四だけ見るんですね。四は二の二乗だと。 だから、五分の二を二乗すれば、二十五分の四になるということがわかります。逆に言えば、二乗して二十五分の四になる数は五分の二です。そして、もちろん、ここも注意点ですね。プラスの五分の二だけじゃなくて、マイナスの五分の二。これも二乗したら、ちゃんと二十五分の四になるので、答えとしては、五分の二とマイナス五分の二。二つ書くか、まとめてプラス・マイナス五分の二のように表現するんでしたね。 では次カッコ三零点四九の平方根はどうなるでしょうか。これも意味考えればいいですね。二乗して零点四九になる数のことです。やっぱりこの四九という数字は聞き覚えありますよね。七の二乗は四十九です。ですからね、何か七に関係あるそんな数字が答えになるんじゃないかなとは思いますよね。ただやっぱり小数になっているんでね、とりあえずは零点七の二乗試してみると思います。 じゃあ0.72回かけたらこれ0.49になってくれますよね。ですから二乗して0.49になる数の一つは0.7ということがわかりますで。もちろんこれまでと同じ通りマイナスの0.7もねやっぱり二乗したら0.49になるので答えはプラスマイナス0.7ということになります。オッケーでしょうか。もちろん0.7とマイナス0.7と別々で書く方法でも絶対に正解です。 ではラスト6の平方根いきましょう。意味を考えるんですね。2乗して6になる数はっていうとそんなもんないんですねでそんなもんない時はどうしたかっていうとルートをつけるんでしたねルート6っていうのはこれを2乗したら6になる数だよっていうふうに定められてるんですねで注意点が一つあってルートホニゃのプラマイは絶対にこれプラスっていうふうに定められてるんですねももししマイナスを表現したいなら マイナスルートホニャっていう形をとってくれっていうふうにもう決められてるんですね。だからそこさえ注意すれば今回この6の平方根はですね2乗して6になる数ということでプラスルート6とマイナスルート6っていうことがわかるかと思います。よって答えはねプラスマイナスルート6っていうふうになって答えです。OK でしょうか。はいということでここでは平方根とはの例題について見ていきました。どうでしょうか理解できましたでしょうかね あとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題の類題などを見つけてしっかり練習して身につけておきましょう。